ってないです皆さんこんにちは人事広報部の S です、シンパです。ダイバーシティーズ編集長山崎です。ですね、まあ、年末ということで、はい、本日12月29日2022年の年末ですね。はい、29日ですね。はい、滝行に行くことになりました。で、実はですね、毎年ですね、この時期、この寒い時期に、はい、滝行行く習慣があるんですね、私が。そうですね、はい、うん。で、今回初めて、はい、ゲストさんと一緒に、はい、行くことになりました。はい、こちら山崎の自家用車で、はい、柴さんご自宅までお迎えに行って、いや、ありがとうございます。はい、今滝に向かっているところでございます。そうですね、はい、で、なぜ今回の山崎さんを選んだかっていうと、はい、もう山崎さんしつこいんだよどういうことだよもう1年間ずっと滝行行きたい滝行行きたいっていうことで、そう連れてってとは言ってたね、うん、ずっと言ってきたんですよ。はい、もう山崎さんもずっと言ってきたんですね。まあ情熱が他の人と違えよと。そうだねじゃあこの人ね、なんか昔なんかあったのかなと思って人相変えたいっていうことで、はい、じゃあこの人を選ぶことにしたんですよ。はい、はい、ありがとうございます。もう正直言うと、もうショックだったんですよ。ショックだった、うん。で、なぜかというと、その滝行、この時期で滝行やりたいって人が、はい、多分地球に存在してないと思うんですよ。ああ、そうそう、まあ、地球に存在言い過ぎかもしれないけど、まあでも少ないですよね。まあ時点多分いないと思うんだね。はい、うん、だからちょっと超リスペクトだったんだね。ありがとうございます、はい、山崎さん、はい、なぜ、うん、滝行に行こうと思ったんですかね。すごく不思議なんですよ。うん、確かに、まあ、まあ滝行しかりなんだったり、まあ、結構いろんなことにまだまだ挑戦したいしてみたいことってあるんですよね、うん。まあ、そのバンジージャンプとかもやったことないけど、あれやってみたいなとか。バンジージャンプね。そうそうそう、やったことある。あ、ないです、はい、そうそうそうまあそう、そんな感じでちょっといつかは経験してみたいことの一つが、まあ、滝行だったといったところで、まあ、こう千葉さんと一緒に働き始めるようになって、まあ、こんなに身近にね、趣味で滝行の方が、まあ、いらっしゃるっていうのも、まあ、巡り合わせじゃないですか。うん、はい、なので、まあ、滝行っていうのが、まあ、一体実際やってみたらどれぐらい辛いことなのか。いや、辛いですよ、ね、本当に、はい、もう先ほど言ったと思うんですけども、毎年、2018年からもう毎年毎年行ってるんですよ。はい、で、行くたびにもうどんどん辛くなってくるんですよ。どんどん辛くなってくる。そう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 、回数重ねると慣れてくるとかじゃなくて、どんどん辛くなってくる。もうどんどん辛って、ね、辛くなっていくんですよ。あ、そうですか、うん。いや、なんかね、どんなもんかなってこう楽しみにはしてはいたものの、さすがにやっぱり当日、今、まあ、まさに向かってるじゃないですか緊張してきましたね。あれ、滝に行くのっていつもこの冬だよね。そうだね。あれ、夏に行っちゃ意味ないわけだ。そう、夏行ってしまうとただの遊びになってしまうんですよね。あ、なるほど、ね。で、滝行って修行なんだよね。まあ、あえてそのもう冷たい水に当たることによって、あえて追い込むことによって、うん、やっぱり、まあ、生まれ変わろうじゃないけれども、 そうだね、そういったことを目的としてるから、まあ、うん、毎回冬に来るわけですね。そうだね、うん。その滝行に行く前に、そう、準備しなければいけないのは、うん、そうですね、この1年間を振り返ってみたら、はい、で、その降下したこととか、はい、この辺であんまりうまくいけなかったこととか、多分たくさんあったと思うんですけども、はい、で、それを意識しながら、うん、新しいに入って、はい、何を改善したいのか、はい、あとどういう人になりたいのかをもう意識しなければいけないんですね、はい。ただぼーっとしたままで滝行に入って、あ、楽しいなではなくて、楽しくないんですよ。楽しくないんだよ、そもそもそう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 はい、で、山崎さん、今回ですね、なんかそういう思いとかあるんですかね、はい、この1年間を振り返ってみたら。なるほど、うん、やっぱりクリップに乗るんだよね。そうだ、あ、とすると、まあ、ちょっと真面目にお話しした方がいいね。いいですよ、うんうん。まあ、やっぱりなんといってもダイバーシティタイムズの話になってしまうんですけれども、うん、まあ、やっぱり昨年の末と比べるとですね、こう毎週毎週オリジナルの記事番組を公開できるようになったといった意味では、間違いなく成長上達した部分ってあると思うんですよ、うん。な
んですけれども、まあ、これは、まあ、どこまで言ってもこの追求は尽きないとは思うんですが、うん、まだまだやれること伸ばせる部分っていうのはあったんじゃないかなと。おっしゃる通りです。はい、うん、2023年も、まあ、さらなる成長の年にはしていきたいなと。そのために今日そう至れると言っても過言ではないといった心持ちで今出しております。はい、私が今まで日本人とのコミュニケーションとか関わりが正直言うと少なかったんですよ。ああ、はいはい。まなので今回ですね、まあ、ゲストさん日本人で一緒に行った方がよりいいコミュニケーションが生まれるんじゃないかなって思ったんですね。そうですね、うん、いやだからもう2023年はね、これこの後、うん、同じ滝に打たれる友として2023年よりお互いに良い仕事がし合えればいいですね。特にうちの部署ですね、はい、いろんな人と関わってるんですね。いやもう本当そうです、うん、なんかコミュニケーションがすごく重要になってくるんですよ、うんうんうん、でこういうまあ活動をやることによって、はい、もうその距離感がもっと縮めるかなと思ったんですよね。うん、そうですね。今回の山崎さんが滝行行くということで、はい、結構 GT のメンバーが、はい、応援してる人が結構多いんですよ。マジですか。うん、で先ほどチャットグループの方で、はい、後藤社長から、はい、なんかメッセージあったんですよ。はい、で今ちょっと運転中だから なんてザキヤマは 3.0 になって帰ってきなさいっていうコメントだったんですよ。えってことは今 2.0 ってこと。今 2.0 ってこと。すげえ上がったんだね、レベル。そうだね、気づいたら1段階は上がった。まあじゃああれだね、生まれ変わりをみんな切望しているってことで、うん、みんな期待してるよ山崎さん。はい、あと実は今回ですね、2人だけじゃなくてもう1人の人がうんうんいます。はい、必ずこの人と一緒に行くんですよ。うんうん、なぜかというと私がたまにまあよくあるんですけど余計なことやってしまうタイプなんですね。たまによくあるそう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 どっちどっちよくあるよくあるケースなんですよ。はい、でこの人が結構冷静判断うまい人なので、うん、いやこういうことをしない方がいいよとか冷静にアドバイスしてくれるので。ってことは今日の、うん、ライフセーバー役はチパさんじゃなくてその彼にお願いして。あ、そうなんですよ。そう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 、わかりました。二人で行くのがちょっと危険だなと思ったんですよ。うん、はい、その、まあ、だからチパさんのご友人ですね。そうです、はい、間もなくこの車にピックアップして乗せる予定でございます。はいはい、また紹介します。はじめまして。あ、山崎さんです。うん、山崎です。 Nice to meet you. This is my boy. あ、英語か、ごめん。いやいや、ナジです。私のライフセーバーです。ライフセーバー僕のライフセーバーでもそうそう、ナイジェリア出身ですね。ナイジェリアの方なんですね。うん、うん、そう、この人がいなければ私がこのもう死んでる、もう死んでると思うんですね。本当ですかね。そうそうそう、おかげさまで生きてます。ありがとうございます。はい、今日もライフセーブよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず現地に行く前にちょっとコンビニ寄ります。はい、で初心者ですね、これアドバイスなんですけども、やっぱ甘いもの買った方がいいと思うんですよ。うん、その冷たい水から出てきて結構甘いものは欲しがあるんですよ。だからね、山崎さんのためにチョコレートとかいろいろ甘いもの買ってきます。甘いの大事。はい、そろそろ現地に着きますね。あの道路ですね、下に行けば裏に滝があるんだよ。あ、ここね。うん、まあ下に行くっていうことで地獄行くっていう意味なんだね。地獄行き、うん、怖い。いや緊張してきましたね。うん、でよく見たらね、多少雪が降ってんですよ。あ、降ってんっていうか積もってる。積もってるんだね。ああ、すげえ道ね。すげえ道です。見て見て、誰もいないんだよ。すげえ。これお、なんか珍しい存在いるんですね。え、もしかして自分みたいな素晴らしい人が。まだ他にもいた。でも何がしたいんだこれ。山崎さん初印象、空気が澄んでますね。今
崎さんは結構ハイキングとか少なくていいですか？まあキャンプはしますね。ハイキングあんまり歩く流れ好きなわけでなんでこの行こうと思ってでしょ？そう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 、はい、このクレイジーたち、クレイジーの人たちと一緒に行くなんてなんかちょっと意外と気になります。気になるだね。おいしょ。オッケー、ここなんですね。来ましたか。一応周り見てみる。冷たいじゃなくて痛い。冷たいし、やめたい。冷たいね。もう皮とかもう硬すぎて。もう最初自分だけ入りますよ。はい。Next year 20 by year. I'm gonna make sure I'm gonna be famous, rich. I don't know how I'm gonna do it, but I know it's gonna happen. Before I reach my 40s, I'm gonna make sure that I'm gonna be financially set, financially wealthy.I'm gonna use that wealth, fame, and influence to help the people around me, alright? 15秒 Oh, it's ready! Next year will be my year! I'm gonna be famous, rich, but I don't want this!どうですか、山崎さん準備の方は。そうだね、なんか面白く言ったよね。はい、先ほどですね、お手本を皆さんに お見せしましたが、次はですね、山崎さんでございます。まだ、あれなんだけど。で、実はですね、前日ですね、はい、その滝行に入る前と 入った後の準備とか、あと意識しなきゃいけないことを説明しましたね。はい。で、山崎さん、一番意識したことは、何ですかね、滝後入るには冷たい水に浸かると、うん、血管がね、一気に収縮して血圧が上昇するんですよ、うん、そうなので、それに備えて先ほどセブンイレブンでチョコ買ったりとかしましたんで、うん、はい、なんとか生き延びてみせようと思います。こっちも辛いよ、見て。辛い。日本は辛いよじゃないよ、滝行は辛いよ。真ん中ね、真ん中。そうそうそう、頑張って。どこだ、あそこに。真ん中、そうそう。壁に面してよしよしよし、いいよいいよ。はい、壁、もっともっと、おっ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 、もっと、もっと壁が。ちょっと待ってね、ちょっと待って。これ、いや、想像以上にやばい。もう、本当に時間かけてしまうと、どんどん辛くなってくるよ。早く。これ、自分の、弱い自分を乗り越えないと、弱い自分を乗り越えて。そうそうそう。自分との戦いだよ、山崎さん。できる、できる、できる。行け行こう、もっともっとバックへ、はいはい、よし、深呼吸、やめざき、深呼吸。おお、いいね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 。君横さん、後藤社長の撮影スケジュールの後から横取りして、いつもごめん。はい、で、来年どれいたいのか。2023年セイバーシティチャンス、もっと盛り上げるぞ。いいねいいね、オッケーオッケーオッケー、はい、いいね、オッケーオッケーオッケー、気をつけて気をつけて気をつけて。一言お願いします。たまに頭がフラフラしてると思うんですけど。フラフラですよ、これは。
でもどこか清々しいですね。いいね、ナイスファイト山根さん、ナイス、イエイ、オッケー、ナイディー、うおいや、すごい、ボコボコボコ、いいね、いいよ、いいよ、いいよ、まっすぐ、いいよ、あ、おぶらけるね、すごい、ステイ、ステイ、ディープレス、ディープレス、ディープレス、オッケー、山崎さん、入ってみてどうですか。これさ、なんだろう、軽い気持ちで一緒に行こうよって言えなくなっちゃった。いやでも本当に気持ち新たにこう心清らかになった気分ですね。うん、これで2023年頑張って叫んだ通りにダイバーシティタイムズ盛り上げられたらいいなと思います。いいことですね。はい、でもし今度ね、はい、あ、滝雲をやりたいなっていう人がいたらなんかどんなアドバイスとかありますかね。自分が何回もね、あの、はい、やったから、な、何を意識しなければいけないの、逆にちょっと。ああ、なんだろうな、やっぱり初体験としてのアドバイス、あの、やっぱりあの冷たい、めっちゃ冷たい。水温何度でした。何度だね、まあ結構後でじゃあ調べてテロップで出すか、うん、この冷たい水にゆっくりゆっくり時間かけて慣れることじゃないですか、やっぱり、うんうん、やっぱりそのすごいずっと冷たかったけれども、こうかけ水なんちゅうの、やることによってこう徐々に慣れてって、まあ、そうじゃないと下手すると心臓麻痺とかね起こるかもしれないんで。でも山田さん本当に尊敬しますよ、はい、ありがとうございます。だからこれできる人ね、うん、はい、もうこの何年間かけても、はい、周りの人にねやりましょうって言っても、はい、一人もね見なかった、上げてくれないんですよ。だから超リスペクトです。もうよく頑張ったと思います。本当有言実行できて、はい、よかったと思います。まあ、これで本当ね、あの行きの車でも言ったけれども、チパさんと2023年より良い仕事が一緒にできるといいね。オッケーオッケー、お疲れ様です。イエイ、いや、お疲れ様です。お元気様ですね。お元気様です、はい、山崎 3.0 になりました。おめでとうございます。イエイ、もう今服を着替えてきたんですけど、はい、なんか山崎さんとも頭ね、うん、リセットしてきたと思うんですけど、ね、なんか髪の毛テストしてきたんだけどね、気づいたらもう、そんなになっちゃった。なんかね、やってみて、はい、良かったと思いますか。いや、良かったと思います。やっぱり一度は経験したいと思ってただけあって、あの非常にいい経験できたんじゃないかなと思います。で、まあ自分ね、そう、なぜ毎年毎年やる必要あるかというと、もうメンタルトレーニングにつながるんですね。うんうん、で、今日入ってみて気づいたことは、もう去年よりもメンタルが多少強くなってきたと思うんですよ。はい。で、なぜこれ大事かというと、もうこれからいろんな人に期待されるし、いろんなチャレンジをこれからね、取っていくということで、うんうん、やっぱり自分がね、ある程度強い精神がないと、やっていけないと思うんですね。はいはい。うん、そう。だからね、毎年毎年これやる必要があると思うんですよ。確かにね。僕もさっき言ったけど、目標は達成したら次の目標ってね、どんどん進むものですからね。そうそうそう。ね、どんどん自分の情報を更新していくためにも、そう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 、毎年来なきゃいけなくなるの。そう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 。だからトップに行けば行けばほど、もういろんなチャレンジとかいろんな壁が出てくるんですよ。でね、でそうすると、はい、新しい精神がね、もうどんどんね入れ替えないといけないんだよ。はい、そうそうね。だから来年ね、はい、山崎さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、2023年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またトップ4で会いましょう。待ってまーす。